連想エンティティは関係モデル理論や実体関連モデル理論で使用される用語である。リレーショナルデータベースでは、叩いたの関係を解決するために基本関係を実装する必要がある。この種のエンティティを表す基本関係は非公式に連想テーブルと呼ばれる。上記のように連想エンティティは連想テーブルを使用してデータベース構造に実装される。連想テーブルは 同じデータベース内の同じまたは異なるデータベーステーブルからの列への参照を含むことができるテーブルである。連想テーブルは各データテーブルの主キーを参照することにより、2つ以上のテーブルを一緒にマップする。実際には多数の外部キーが含まれており、それぞれがジャンクションテーブルから個々のデータテーブルまで多い位置の関係にある。連想テーブルの PK は通常、 F 系列自体で構成される。連想テーブルは、ブリッジテーブル、相互参照テーブル、中間テーブル、交差テーブル、結合テーブル、ジャンクションテーブル、リンクテーブル、叩いたリゾルは、マップテーブル、マッピングテーブル、ベアリングテーブル、ピボットテーブル、または繊維テーブルなど、多くの通称で知られる。連想テーブルの使用例として、ユーザーに権限を割り当てることを考える。 複数のユーザーが存在する可能性があり、各ユーザーに0個以上の権限を割り当てる。一人以上のユーザーに個別の権限を付与することになる。Create Table Users。ユーザーログインバーチャープライマリーキー。ユーザーパスワードバーチャーノットヌル。ユーザーネームバーチャーノットヌル。Create Table Permissions。Permission r ー,ーバーチャープライマリーキー。 permission description, virtual, not null. これは結合テーブルです。create table, user permissions, user login, virtual reference users, permission key, virtual reference permissions, primary key.junction table 上での select statement は、main table と junction table を接合する。select, from users, join user permissions using, これにより、すべてのユーザーとその権限のリストが介される。ジャンクションテーブルへの挿入には、複数のステップが含まれます。最初にメインテーブルに挿入し、次にジャンクションテーブルを更新する。新しいユーザーの作成。インサートイントゥユーザーズ。バリューズ。新しいパーミッションの作成。インサートイントゥパーミッションズ。バリューズ。最後にジャンクションを更新。 insert into user permissions values 外部キーを使用してデータベースはユーザー permissions ーテーブルの値を独自のテーブルに自動的に逆参照する。ありがとうございます。